はい、どうもこんにちは、くにです。先ほどね、レジェンズ5周年の公式放送が、あったんで、そちらのまとめ動画やっていこうと思います。まあまずはね、目玉の、キャラクターゴクフリですね。はい、まあこちら、まあ前から結構予想動画でも出してましたが、ついに来ましたね。まあ去年の周年みたいに画像とかがリークされなくて本当良かったですね。イラストとか演出めちゃくちゃかっこよかったんで、まあ早く使いたいね。これクソかっこいいです。はい、で串田明さんのね、究極の聖戦もね、流れますよということで、いやこのシーンは本当にね、アニメ見ててめちゃめちゃ激アツだったシーンなんで、このレジェンズのね、あのグラフィックで再現してくれたのはもうめちゃめちゃ熱いですね。はい、という感じで、5周年はゴクフリが、リミテッドで登場しますということで、もう引きたい方すごい多いと思うんでね、もうこれは引いていいんじゃないですかね。クソかっこいいし、後で性能もね見るんですけど、まあ普通に強いです、めちゃくちゃ。うん、今までにないタイプのね能力を持ってたりするんで、で今回なんとね、ゴクフリがリミテッドで通常 SP が3体入ってます。通常 SP3 体入ってるね、ステップアップガチャって相当久しぶりですけど、コスパめっちゃいいですよね。これ引くだけで、まあそこそこ戦えるよってキャラクターが4体も手に入るってことになるんで、まあコスパ自体はかなりいいガチャになってくるのじゃないかなと思います。はい、まずね、登場キャラクター1体目、キャウェイ。こいつが、これ結構強いね、この子。緑属性で、宇宙代表ガールズライバル打ち上げ、持ってまして、特殊めっちゃ強いね。全体回復 10% とバニシングゼロにするのを2回まで持ってるんで、まあ、拡散取りやすかったり、狙ったキャラにライジング当てやすかったりって感じで、通常 SP にしては本当に破格の性能をしてると思います。ユニアビでね、控えに戻るときに、アーツ1枚ドローと気力回復あるんで、まあ、去年でいうタピオンみたいな、まあ、今でもタピオン使ってる人いるぐらいに、ね、強力な性能なんですけど、まあ、それを持ってて、初回のバニシング 100% 回復持ってたり、まあ、特殊カバチは持ってるんで、その時点でももうタピオンより余裕で強いし、うん。ま、さすがにね、5周年なのでパワーアップしてますということで、で、メインで特化バムコンを持ってる。強いな、めちゃくちゃ。で、究極圧を持ってます、なんとこの子。発動時、究極ダメ 30% と踏ん張り貫通。で、ヒット時リロード持ってるんで、追撃もしやすくて、相手の圧破棄。まあでも圧破棄に関してはね、順風に受けられちゃうと結構回復されやすいんですが、まあそれでもね、通常 SP でこの軽油と究極と、何でも持ってるキャラクターなんで、これはね、息長そうな、うん、性能してるかなと思います。で、こいつ、カーセラル。赤属性でウルブー対策として来たのかなーと思ったんですが、ちょっと性能、何がしたいのかわかんない、こいつ。うん。なんか、場合出たらね、バトルメンバー3人いるとドロ速1段階10カウント消去負荷でつくんですが、なんかね、味方死んでるとパワーアップする性能持ってるんですよね。一番上のユニアビは味方が死んでなかったらドロ速上がるっていう能力なのに対して、なんか他の能力は、うん、味方死んでないといけないっていう、なんか相当ちぐはぐな能力。うん。で、まあ、カバチェンね、初回は結構コンボス外能力強いんですが、まあ、で、究極もね、持ってるんですが、味方死んでないと交代禁止つかないっていう。うん。別に他のキャラね、条件なしで交代禁止結構持ったキャラいるんで、こんぐらいちょっとおまけしてあげていいと思うんですけど、なんかすごい条件重いキャラクターですね。うん。まあおそらく5周年の恥はこいつで確定なんじゃないかな。正直こいつ使うぐらいだったらね、あの、ヒットとか使った方が余裕で強いんでね。うん。まあ、さすがに残念なキャラクターもいますと。で、ジレン。ジレンも通常 SP で登場して、黄色属性防御タイプですね。はい。で、なんとこのジレンね、変身するんですよ。やばくない？バトル開始時しかも状態上無効も発生するんで、まあサタンだったり、ウルロゼ対策としても使える。で、ヒラメ振り向こうも10カウントついてて、敵の攻撃終了後 10% 回復。で、打撃に対する特殊カバチェン持ちですね。で、玉吐きも持ってて、バフ消し系も持ってて、コストアップあるんで、まあ、割かし使われて結構やらしい性能。で、カバチェン終了後、ドロ速2段階とか与えるんで、まあ結構攻めやすくもなるし、この子はね、普通に強い。で、変身するときに弾を1個減らす。なんで、弾を合計2個吐きしつつ変身できて、メインでね、特化バムコ10カウント。で、リロード。体力回復、気力回復。まあ、よだめも上がって。で、変身時よだめ 20% 消去負荷、次に発動するアーツアップ、ドロ速1段階アップ、気力回復速度アップ。で、敵全体にすごいデバフかけますね。回復量と、威力弾、系統かけるんで、これめっちゃ強いね。うん。で、特殊がね、変身後カウンターで、
徳川向こうのカウンターなんで、これも使い勝手めちゃめちゃいいですね。で、自身が行動していない状態またはスワイプ移動中、まあ、とりあえずね、まあ、基本的に敵の範囲系特殊に対する攻撃を1回だけね、無効化できるっていう、今までにない能力持ってます。なんで今環境にいるウルトラブーンに対してこいつめちゃめちゃ強く出れる。まあ、1回限りですが、範囲特殊止めれるっていうのは結構強いんで、まあ、カバチェンジはできないんで、ブーの特殊見てカバチェンしてっていうのはできないと思うんですが、まあ、とりあえずこれは結構強いですね。で、キラーとか、射撃に対する特化持ちもあって、この子はね、結構やれそうですね。めちゃめちゃ強いと思います。この子とさっきの緑の子は強いんで、まあ、赤属性の変なおっさんを除いた2体プラス、この極振りで組むっていうのが、このガシャのコスパいい編成なのかなって感じですね。で、今回のね、目玉の極振りですけど、属性が紫青っていう、今までにないね、反転キャラクターとなっておりますね。属性反転ではない。いや、これ、紫反転だった方が良かった説あるけどね、だって正直、ね、ブー、どうしようもないんすよね。この、新キャラたちじゃ。なんで、ちょっと、紫反転であってほしかったかな。代表で組んだとしても、ウルトラブーに蹂躙されるだけなんで、まあ、ヒット欲しいね。でも、このガシャだけで組むってなったら、ちょっとブー重いね。さすがに。で、宇宙代表、サイヤ、系譜の、ニステ上げですね。で、ユニークアビリティがあって、これすごいんですよね。所定 100% から開始して、徐々に減っていくタイプのユニークゲージみたいなんですが、なんとね、ユニークゲージが、1% 溜まっている状態でね、ライジングを受けると、ユニークゲージをすべて消化してカウンター発動。なんと、ライジングに対するカウンターです。やばくない？天津飯みたいな感じなんですが、この子は、まあそうね、この子で受けないといけないんですけど、天津飯と違って、ただこのね、最新のリミテッドのタッグキャラクターでね、ライジング向こうを持っているっていうのがでかくて、まあ、このユニゲのね、減る時間というかカウントによってかなり評価分かれそう。とりあえずね、爆速ライジングを止めれるんですよ、この子は。なんでそこが すごい優秀なんですが、まあいや、そうね。ただ、めっちゃぶっ壊れってほどはいかないかもしれない。正直、爆速ライジング1個をケアできて相当評価伸ばすキャラクターとは、なかなか言い難いんで、まあ、強いんだろうけど、結構限定的な、使われ方になってきそうなんで、活躍し方になってきそうなんで、だってさ、ウルトラブーとかのユニークアビリティってさ、1試合中何回も脅威になるけど、こいつのは序盤だけなんで、そこはちょっとね、ナンセンスかもしれませんね。まあ、一応他の能力を見ときます。まあ、ユニゲだけで見ると結構、活躍させにくい。で、チェンジアビリティね。悟空が、フリーザに変わるときに、青属性に切り替えて体力回復、気力回復、ダメアップ。で、特化バムコ。これ判定のときに特化バムコをつくのはめちゃくちゃ偉いですね。で、フリーザが悟空にチェンジすると、紫に変わって体力、気力回復、打撃をダメアップ、リジェネがつきますと。まあ、悟空からフリーザになるときの特化は向こうは結構偉いと思います。で、タックチェンジした回数に応じて、以下の効果が発動するということで、まあ、悟空側はヨダメアップ、フリーザ側は、まあ、クリティカル発生率アップって感じかな。で、バイデたときに戦闘不能な味方がいると、体力回復、体育感と短縮、アーツ破棄、気力減少、メイン封印とか結構やらしい能力を持ってて、打撃カバチェ持ち。で、必殺アーツが、踏ん張り貫通持ち持ってますね。で、そんな感じか。そんな感じとなっております。まあ、弱かないんだけど、正直、ユニークゲージがね、まあ、弱かないんだけど、他のなんかウルトラキャラとか、ユニークアビリティ、ユニークゲージ持ってるキャラクターのユニゲに比べると、一試合中に活躍する機会があまりにも少ないなーっていうのは思いますね。特殊アーツとかでユニークゲージが回復するよとかあったら結構面白いんですけど、さすがにないと思うんでね。まあ序盤のライジングは止めれる。まあもしかするとこのね、ユニークゲージの消化される量がめっちゃ遅くて、60カウントぐらいね、持つんだったらまあ相当強いと思いますけど、まあちょっとユニゲは爆速ライジングっていうね、まあすごいね、やらしいあれには対応しやすいとはいえ、評価はちょっと難しいかな、現状。まあ、使ってみないとわからんけど。まあ、とりあえず通常 SP2 枚がね、結構強いんで、引く価値はあるのかなと思いますね。そんな感じが、まあ、現状のね、性能を見た感じのエアプの評価でした。
はい、とりあえず他の情報を見ていきます。まずは、ロビンボーナスでガシャチケット、スパーキング確定のガシャチケットが最大100枚手に入って、ガシャがもらえる、ガシャが引けるんですが、リミテッドのキャラも対象みたいですね。これで見る感じ、龍拳4のリミテッドまで入ってるのかな。うん。なんでまあ結構今でも使えるキャラはまあちょこちょこいるんでね、頑張ってガシャチケットね、集めるために毎日ログインしましょう。で、10 days 1 legends limited、まあ今年も来ました、10日ログインするごとにリミテッド1体もらえるガシャチケですね。ステップ1が2周年まで、ステップ2が3周年までのリミテッドが入っていて、ステップ3、4、4周年のリミテッド入ってるかなと思ったんですけど、入ってない。うん、7、8までしか入ってないと。うん、まあそうか。なんでそこをケチったのか分かんないけど、まあまあまあいいでしょう。結構後半の情報良かったんですけど、前半良くなかったんですよね、割と。で、去年待ったレジェンズアニバーサリーチューズデー、火曜日ログインしたら、特殊なね、交換アイテムがもらえて、石とかと交換できる。なんで、まあ、とりあえずログインは忘れずに。しかもね、今回に関しては、そのね、メダルの獲得数に応じたミッションも開催されるみたいで、ちゃんと全部ログインしたらこんな感じで豪華報酬もらえるんで、まあ絶対ログインするようにしましょう。石はね、今回の周年、めっちゃ配布、されてる感じでしたね。はい。で、これなんだっけ？アニバーサリーチャレンジって。あ、これあれだ、ログインボーナスか。なんか新しいルーレット式のログインボーナス的なやつ、みたいです。はい、石もらえる可能性あるんでログインしましょう。で、過去のメッセージとか、コスチュームが交換できるイベントと、まあ去年もありましたね。アニバーサリースペシャルミッション全部達成で石4000個もらえますと。やばい。で、5周年スペシャルストーリーイベント。これがまあ今回極振りが登場するオリジナルのイベントはあるのかな。これも達成するだけで石500個もらえます。で、無課金キャラクターで、弾いたが来ます。はい。あとご飯が来ます。うん。なんかね、今年の無課金キャラクターはこの横向きにね、全部なるみたいですね。うん。何のあれなんですかね。で、はい、ということで5周年のね、ホイポイイベントも、来るみたいですね。うん。まあ、低確率かな。リミテッドマルチとかドロップするやつになってくんのかな、これは。あ、でもこれ100だけ乗ってるから、もしかすると全部達成で100もらえるの確定なのかもしれませんね。で、チョイスバトルも来ますよと。うん。で、アニバーサリースペシャル超次元京都。これで無課金キャラの凸上げとか。あとなんかユニフラが来るみたいです。これ誰につけれるんだろうね。で、5周年記念超感謝決闘っていう PVP のね、ミッションが来ていて、バトルランク70達成までして、レート30回以上プレイすると合計で石が555個もらえるっていう、結構良くないですか。どうせ今回もね、2倍3週間とかになってくるとは思うんで、まあ毎日ちゃんとレジェンドすればバトルランク70は結構誰でもいけると思うんでね、頑張りましょう。で、過去の無課金キャラクターも復刻して、毎年恒例のシェンロンのね、QR コードのイベント、まあこれも石とかもらえるんで絶対やるようにしましょうね。で、ありがとう5周年感謝のプレゼントということで、なんかログインするだけでね、極振りが獲得できるかもしれないガシャチケがもらえるらしいんで、リセマラする人はちょっとやりやすくなる可能性はありますね、これで。これで出た人はマジでクソラッキーだと思います。で、もっとレジェンズミッションに新ミッション追加、これが結構やばくて、ストーリーをね、攻略するだけで、石1200個と、リミテッドマルチ200。しかもこれ、永続受け取り期間無制限のやつなんで、いつでも受け取れるリミテッドマルチと石がもらえる。これやばいね。本当に大事なね、キャラクターが来た時に受け取って使うのがおすすめだと思います。うん。これはね、めちゃめちゃありがたい。今後人造人間のキャラ来た時にこの辺僕は受け取ろうと思ってます。リミテッドのね。で、フラグメント大強化祭。これいつもの強化祭よりもボーナスが発生するみたいです。やばい。うん、この機会にフラグメント、厳選しまくりましょう。で、ぶっ通しアニバーサリーレイド。今回の周年中に、7回レイド来るらしいです。で、しかも1回につき700個石もらえるから、合計4900個の時の結晶もらえます。やばい。で、しかもね、アニバーサリーレイドを、やればやるほど達成できるミッションかな？豪華報酬があって、ここでもね、石追加で600個とか、リミテッドマルチ600個もらえるんで、もう全部やったら、とんでもない数石もらえます。ほんと、リミテッドマルチも600もらえるんで。で、さらに、トレジャーバトル。まあ、前回結構お前も来たけど、石1000個とかもらえるね、トレジャーバトルも来るんで、マルチももらえるし、かなりね、石の配布は多いです。で、去年もあったアニバーサリーサプライズ、好きな SP キャラクターがもらえるよってやつですね。まあでもこの辺の古いキャラはもうさすがに使えないんで、
まああれですけどね、まあ持ってないキャラとかもらうのがいいんじゃないでしょうか。力の大会で強いキャラクターとかがいいと思います。で、レジェンズアニバーサリーチャンスタイムが今年も来ます。で、しかも今回やばくて、石に加えてこのリミテッド600とか1000とかあるんだよね。うん。これはちょっと熱そう。当たったら相当ね、でかいと思います。うん。で、まあ、そんな感じか。うん。まあ、ざっと流すと今回の周年イベントこんな感じなんですが、まあ、そうね。極振りガシャ、まあ、聞いた方がいいですかって結構声多いと思うんですけど、まあ、とりあえず使ってみた動画とか見て決めるのがいいんじゃないかな。で、ブー持ってる人は正直引かなくていい気はする。で、ブーがきついよって人もなんかな、正直これ引いて解決するかわかんねえ。でもまあ、強いキャラがね、3体入ったガシャなんで、一応コスパよくね、作れる編成が、まあ、組めるんで、宇宙代表結構強いと思うんで、戦えるぐらいにはなってくれるかなって感じなんでね。まあ、引くのはまあ、なしではないけどね。ぶっ壊れキャラが手に入れたいっていう感じの人は引かなくていい。とりあえず、潤沢に強いキャラが欲しいよって人は、まあ、引くのありなんじゃないかなって感じですね。うん。まあ、とりあえず今回のガシャ、ジレンと、あの、最初の緑の女の子、あの二人がクソ強いんで、その辺期待ですね。で、極振りはちょっと使ってみないとわからんで、ユニゲの減る速度によってって感じですね。はい、ということで、周年ね、始まるんで、楽しんでいきましょう。動画投稿をたくさんしていくんでね、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お疲れ様でした。